こんにちは、小夏です。今日はなんとなんと先行レビューでございます。エコフローさんから新しくリバー2っていうポータブル電源がこれから出るみたいなので、まあこの動画公開している頃にはもう発売されてると思うんですけど、今日はそれを先行レビューしたいと思います。こちらがリバー2でございます。もうね、びっくりするほどめちゃくちゃちっちゃい。すっごい、このサイズは見たことないんじゃない、エコフローの中で。そしてとっても軽いです。びっくり。今回発売されたのが、このリバー2って言ったんですけど、リバー2シリーズが発売されて、これとリバー2マックスっていうのとリバー2プロっていうのが同時発売めっちゃなまった今同時発売になるらしいです。ちょっと今回はこのコンパクトでちっちゃいこのリバー2をレビューしていこうと思います。今回のこのリバー2は特徴がもう全然ガラッと見た目が変わって、この前まではここになんか X みたいな取っ手があって、上から持つ感じで持ち運びやすいけど上に物は置けらんって感じだったんですけど、今回はなんか上が前のなんか出るために、今私の後ろにあるんですけど、これと似たような感じになって真っ平らになりました。で、なんかこの上に80キロの人が座っても壊れないらしいです。あとは1メートルの高さから落としても大丈夫っていう、なんかくらい丈夫になっています。すごい、私座っても大丈夫なんだでこれが重ねれる感じになっとって、この出るたびによいしょ、めっちゃ軽いわ、ちょうどぴったりだね。なんかデスピサロって感じ。主なスペックはこんな感じです。容量が256Wh で、定格出力が 300W です。で、あの必殺技の X ブースト機能を使ったら 600W のものも少ない電力に抑えられつつ使えられるみたいです。で、重さが 3.5 キロです。超軽い。だからなんかコンパクトで容量は少なめだけど、とにかく手軽に使えるっていう感じのが一番特徴的なのかなって思います。ここにハンドルあるしねめっちゃ軽い。はい、では具体的にこの部分を見ていこうと思います。側面は何にもないんですけど、ここに集まっています。で、ここが AC 出力です。ここが2つあります。で、その隣が USB のタイプ A とタイプ C の出力です。で、あとこっち側が DC 出力になってます。ここはキャップがないです。全然そのまま穴が開いたままなんですけど、一応これがついてるっていうことです。で、液晶画面が、電源をつけてみると 30% 今出てますね。すごい見やすいですね。で、これが充電がエコフロー史上最速の1時間で0から100まで充電ができるっていうことだったので、実際に本当にそれぐらい早いのかっていうのを試しに充電をやってみようと思います。次に後ろ側なんですけど、こっち側が充電するとこの穴とソーラーパネルの穴がついています。付属のケーブルもあるんですけど、2種類あります。こっちが先っちょがソーラーパネルとかつなぐやつの先っちょで、こっち側がシガーソケット差し込み口みたいになってます。こっちのケーブルはお家とかで充電するときに、コンセントとかでから充電するときにこんな風になってます。で、いいなと思ったのがこのマジックテープがケーブルについているところです。よく見るとこんな風にエコフローリバーシリーズって書いてあります。これはすごい間違えなくてありがたいし、これがついてるのはすごくいいと思いますこれはいいね。ディスプレイの方を見比べてみると、こっちは私が買ったデルタミニの方なんですけど、こっちのディスプレイに比べてすごいちっちゃいディスプレイになっています。可愛い感じですね。で、なんか色もこっちの方が私なんか好みかもしれない。なんか色合いが素敵で可愛いですね。はい、それではですね、0から100までの充電を何分でできるかっていうのを確かめる、その前に残量が 30% 残ってたので、今ちょっと
若干使って29%あるので、実際にいろんなものを充電してみて、ちょっと 300W の定格出力に近づけながらどんな感じで充電されていくのかっていうのを見ていこうと思います。USB に挿すところが2つしかなくて、タイプ A のところが、で、そこを拡張するために DC のシガーソケットの挿すやつ、これも使って USB のポートを増やして最大5個の機材を充電しようと思います。じゃあ実際に挿していきましょう。これ実は二股になってるんですよね。だけん5個、これ全部で 11W。 すごい、こんなに充電してるのに全然余裕じゃん。なんでこんなもんなのか。電力がまだまだ余裕があるので、ちょっとこのちょこっと家電をですね使って AC のとこ挿して、その辺の今作ってるピーマンの収穫をして、ピーマンをちょっと焼いて食べたらもうこれ300近くなるんじゃないかなと思うのでやってみようと思います。ちなみにこのちょこっと家電は定格消費電力 260W って書いてあるけど、どうなんでしょう。じゃあちょっとピーマン取ってくるね。よし、このピーマン放置で作ってるんですけど、もう100個ぐらい取れてるんですよね。これでいこう。えいや、よし。よし、お、きたきた、272W 使っています。あと11分使えるよって出てますね。これ表示出るのはありがたいね。それではピーマンの丸焼きをします。おりゃー、出ちゃった。おお、あと 1%。ピーマンもいい感じになってきたはず。雨も降ってきた。あー、これちょっともう中に入らなきゃ。お、ゼロになった。へえ、丸いリングが光るのね。お、ピーマンができました。うわー、楽しみー。オープン。うわー、焼き蒸しピーマン山椒を添えて出来上がりです。それでは焼き蒸しピーマン山椒を添えていただきます。うん、あっく、うん、おいしい。あっか、あっ、はい、ということで次は充電実験です。0から 100% になるまでの充電時間を実際に何分ぐらいで充電されるのかっていうのを実験しようと思います。よーい、スタート。来た、来る、来た、よーい、よーい、スタート。だいぶ安定して電気が入っています。 337W。 その辺をうろうろしながらもう 2% だ。早いね、1分18秒 でこっち側に充電あとどんぐらいで終わるよっていう数字が出てます。約1時間で充電が完了するって書いてあります。あ、もう 3%。 お、あと 1%。
おおおおお。100% になりました。58分51秒ですね。ちょっと私が押すのちょっと遅かったけど、1時間切ってる、すごい。はい、ということで実験結果がですね、1時間を切る約59分くらいかな、私が最初押すの遅かったけん、もうそれくらいで充電が0から100になりました。早い。これはエコフロー史上最速ですね。これはびっくりです。で、ちょっとせっかく充電を全部したので、これで普通の炊飯器でご飯が炊けるのかっていうのも実験でやってみようと思います。ということで、もう早速コンセント挿しちゃって、鎖でピッ、ほい、じゃあ炊飯ボタン押します。スイッチオン。はい、今ですねスイッチをオンにしたら、あのこっちがすごい電力を使うので、こっちがもう定格出力を超えてしまったので、英語でオーバーなんとかってば出たんですよ。で、あの使えないってことだったので、携帯のアプリの方から X ブースト機能を使って次はやってみようかなと思います。じゃあ X ブーストの機能をオンにします。せーの、ほんで戻って AC のところの電源をオンにします。せーの、ピッ、きた。ん、すぐ消えましたね。あ、やっぱ X ブースト機能でもやっぱりちょっと無理みたい。さすがにこういう大きい家電はちょっと難しいけど、まあ、ちっちゃいこまごましたあの充電器をするんだったらすごく手軽に使えるっていう感じなんじゃないかなと思います。はい、ということで今回このちっちゃなポータブル電源、このリバー2を使ってみて、今まで私は大容量のやつをいっぱいいろいろレビューしてきたんですけど、こんなコンパクトなやつをなかなかレビューすることがなかったので、すごい手軽さが身に染みて感じました。やっぱり無理をさせすぎてしまって、その炊飯器とか試してみたんですけど、あの大きいものを家電を動かしたり、まあ、ちょこっと家電でもあのピーマン1個焼くだけで 30% から0にあの充電なくなったので、まあ、家電を動かすとか電気調理器をめっちゃ使うっていう方はあんまり向いてないかもしれないです。どちらかというと、あのなんかいろいろ充電をいろいろしたいな、持ち運びのなんか電力ポータブル電源欲しいなって思ってる方向けかなと思いました。なんかたくさん充電をしたい方、だからその私みたいに例えばカメラとかいろんな機材を持って出かける方とかはすごくあの重宝するポータブル電源だなと思いました。実際にあんだけ並べて充電しとっても全然余裕だったし、あの持ち運びにすっごい手軽なので、その辺はすごくいいと思います。で、言い忘れてたのが、あと周波数のことなんですけど、あの携帯のアプリ Wi-Fi なくても Bluetooth でつながるんですけど、あの携帯のアプリからあの周波数の切り替えっていうのもできます。その他の設定とかも全然いろいろできるので、あの安心してアプリも連携させてあの使ってみるとすごく便利だと思います。ということで、気になる方は概要欄にリンクを載せておきますので、そちらからぜひチェックしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。SNS 等もやってますので、概要欄から飛んでみてください。ということで、またねー。